ウルトラマンティガとして全国のキッズの心をつかみ、食通やシェフとして奥様の心もつかんできた V6 長野博さん。そんな彼のハートを射止めたのは女優白石美帆さんでした。かつて共演していた番組も今や馴れ初めを見ているようだと話題になっていますね。ただ近畿と言われるグループで2人目の結婚だけに事務所もおかんむりなんてことはないのでしょうか。お子さんの成長とともに調べてみました。長野博士のプロフィール、愛称長野くん、仏の長野、本名長野博士、生年月日1972年10月9日、身長115センチ、出身地神奈川県、最終学歴岩崎学園情報科学専門学校、所属事務所ジャニーズ事務所、目次ジャニーズの母長野博士、祝い結婚、長野博士の結婚相手、長野博士の結婚にジャニーズ事務所も祝福。長野博士と白石美帆が結婚するきっかけとなった共演、子供の現在解禁近し、ジャニーズの母長野博士、その穏やかな性格から同じ V6 の岡田准一さんはデビュー後に上京した際に長野さんに優しく面倒を見てもらったそうで、お母さんと慕っているそうです。ちなみにお父さんは坂本さんなんだとか。ただそれはグループ内だけにとどまりません。元来ジュニア時代が長く、自分よりも年下のキンキキッズのバックで踊っていた時期もあった彼は、嫌な顔一つせず練習していたと言います。社長もそんなひたむきな長野さんをとても評価していたようですね。その優しく真面目な性格から、後輩も尊敬と親しみを口々に話します。長野くんを悪く言う人はいない、時を国分さん。いたらボコボコにしてやりますよ、時尾長瀬さん。ちなみに長瀬智也さんは長野博士さんの実家の自転車屋さんで自転車を購入したそうです。その納車の際、自転車を運んできたのはなんと長野博士さんご本人でした。長瀬ありがとねーと言って爽やかに現れたそうですが、本当に神対応ですね。また年齢の離れた後輩にも優しいのです。長野さんよりもジュニア期間の長かったキスマイフット2の藤ヶ谷さんがデビューできず不安でいた時に長野さんが励ましてくれたことがあるそうですね。またニュースが4人グループになる前、メンバーの離脱に小山慶一郎さんが悩んでいると、実家飲食店に長野さんが訪ねてきたと言います。深い話はしなかったそうなのですが、何かを察してきてくれたと悟った彼は大いに喜んでいたのでした。このさりげない気遣いができる人こそ間の優しい人ですね。分け隔てなく愛を振りまく長野博士さんはまさにジャニーズの母でしょう。なお母といえば長野さんというと食通としても有名ですね。 MBS 水野真紀の魔法のレストランで関西の名店を紹介したかと思えば、自身も調理師免許と野菜ソムリエの資格を持っているそうで、食べるだけでなく作ることも好きなようです。祝い結婚、長野博士の結婚相手、2016年11月29日、ファンクラブの開放にて結婚を報告した長野博士さん。お相手は以前より噂のあった女優の白石美帆さんでした。二人の交際のきっかけは番組での共演なのですが、こちらの詳細は次の項目で綴らせていただきます。ここではマルチに活躍される白石美帆さんの実績を見ていきましょう。
司会号では、日本テレビ系エンタの神様が代表的ですね。芸人さんのネタ番組ですので、オンエアでは一瞬だけしか映らないものの、福澤明さんの隣で番組を彩っていましたね。また、時にネタに組み込まれ、ギター侍、畑ヨークさんに切られつつ、若干口説かれたこともありました。他方、女優業では、テレビドラマ版、電車男で、第46回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞で最優秀助演女優賞を受賞しておられます。その役どころとは、伊藤敦史さん演じる主人公のオタクをいびる OL で、Sな印象を抱いた視聴者も多いことでしょう。ちなみに、同ドラマで見せた彼女の頭の回転の速さは、さすがのものでしたね。伊藤敦史さんと一緒にご飯へ行くシーンで、彼に対し、アドリブで所持金を聞き、その少なさに激怒し、自分と食事に行く時には、もっといるのだとの胸を、サディスティックかつコミカルに演じておられました。改めてアドリブですから、これは、長野博さんも覚悟しなければという感じです。ただ、その心配には及ばず、美食家の長野博さんは、白石美穂さんとのデートには厳選に厳選を重ねた名店を紹介したそうです。週刊誌にキャッチされた場所は、横浜の隠れ家的な中華料理店でした。ここで、北京ダックやフカヒレの姿煮を楽しんでいたなら、なるほどレベルですね。ところが、お二人が食べていたのは羊の串焼きでした。知る人ぞ知る店で、知る人ぞ知るお料理、その美味しさは想像を絶することでしょう。長野博士の結婚にジャニーズ事務所も祝福。趣味も合い、お似合いな雰囲気の長野博士さんと白石美穂さん。しかし、ジャニーズの結婚、それも長野博士さんは長らく禁忌とされていたグループ二人目の結婚となります。ファンや事務所の反応が心配ですね。白石美穂さんの方は、プライベートは本人にお任せパターンで、まさに黙認といった感じでした。一方、気になる長野博士さんの方、まずファンの方々ですが、ここは好意的でクリアとなりました。なんでも、白石美穂さんは長野博士さんファンにも好印象だったそうです。では、新内ジャニーズ側はというと、なんと、祝福の嵐でした。実は、結婚報道のあった日に歌番組があり、そこで改めて結婚を報告するのですが、そこへ TOKIO や関ジャニ∞などが駆けつけ、歌の最後には胴上げまでするという盛り上がりぶり。事務所幹部も長野さんのこれまでの功績を称え、かなり祝福モードだったそうです。これだけ否定的意見の少ないアイドルの結婚も逆に珍しい感じもしましたが、長野さんの人柄から来るものなのでしょうね。ちなみに、三宅健さんはご自身が長野博士さんを狙っていた旨を明かし、悔しがっていました。長野博士と白石美穂が結婚するきっかけとなった共演、ウルトラマンティガでもあったものの、徐々にその活動は、職へとシフトされていったイメージの長野博士さん。その過程で、奥さんの白石美穂さんとの出会いもありました。お二人の運命を変えたのは、NHKBS、晴れ、時々ファームです。古民家と畑を借りて、村上智子さん、滝沢沙織さんと共に、野菜や料理を作り、ロハスな生活を送る同番組、白石美穂さんはゲスト出演だったようですね。とはいえ、は2014年6月から8月にかけて計6回出演と、もう準レギュラーとお呼びしても遜色ない印象ですね。
そして番組の内容もいわば苦楽を共にするものですから、自然と仲も深まります。餅つき、流しそうめん、うなぎ釣りに貝殻集めなど、今思えばそのすべてが結果的にデートだったのかもしれません。その中で息ぴったりなシーンも数多いものの、今回はあえて不安視されたところをご紹介しましょう。それは白石美穂さんがオムレツを作った時でした。滝沢沙織さんが入手した卵を使って長野博さんをアシスタントに迎えて完成したオムレツ、美味しくないはずがありませんと言いたいところだったのですが、いざ完成して未食している長野博さんが褒めるのは塩加減の部分でした。そこは何を隠そう、長野博さんが担当されたポイントです。発言後すぐそれに気づいた彼はあははと笑っていましたね。他方滝沢沙織さんも卵が美味しいと、これもご自身が取りに行ったものですね。結局料理の腕に触れられなかった白石美穂さんは、自分で食べても味がわからないと自信を失っていました。彼女の名誉のために綴っておくと、栄養士の資格を持つ彼女、その腕は確かなようですね。ちなみに滝沢沙織さんには、この卵は生の方が美味しいと、その後も追い打ちまがいのコメントをもらっていました。ですが結婚するほどの仲に発展する長野博さんと白石美穂さんは、やはりこの後にもその片鱗を伺わせていました。それは吹きの塔を調理するシーンです。長野博さんが花粉症への効果を期待すると、白石美穂さんがそうだねーと返し、長野博さんがまたこれにねーと返したのです。いじりいじられ可愛い系カップルもイケるしんの相性の良さが垣間見えますね。子供の現在解禁近し、2018年5月に第1子となるご長男、2019年11月に第2子となるご長女が誕生している長野博さん。ご長男出産後、白石美穂さんが初の公の舞台に現れた際には、長野博さんがイクメンか聞かれ、どうでしょうとの胸を答えたことも話題となりましたね。まさかウルトラマンティガが子煩悩でないはずがありません。実際には長野博さんのアイドル像を守るため、白石美穂さんが謙遜したまでのようです。とはいえ基本的にジャニーズでは自らのやお子さんについて語ることは控えるメンバーが多いのは事実ですね。というかガンガン話していく国分太一さんが異例中の異例という現状でしょうか。他方ジャニーズの妻も基本的にお子さんのエピソードは控えめにしている方が多いようです。特に V6 妻の場合は女優さんも多く、瀬戸朝香さんはジャニーズと親しいものの、宮沢りえさん、宮崎あおいさんは事務所との関係も微妙とされていますね。その中にあって白石美穂さんにはこれまでタブーだったご家族の話を V6 解散後に解禁するのではないかと期待する広告代理店関係者が取材で登場していました。仏の長野とファンの支持率も高い白石美穂さんカップルだからこそ先陣を切れるとの見方でしたね。ということはお子さんたちの現状が聞けるのは早くて2021年11月以降になるでしょうか。ただそれまで待ちきれないため、過去の白石美穂さんの発言からある程度最近の姿を想像してみましょう。記述の通り栄養士の資格を持ち、異色同源の心得もある白石美穂さん。
よしけアンバサダー就任記念発表会では、お子さんのためにも、薄味の食生活を心がけている旨の発言がありました。きっと、真の意味で、元気にすくすくとお子さんも育っていることでしょう。また、2021年はウルトラマンティガ誕生25周年にあたり、記念 CM や動画も制作されています。同年で2歳を迎えるご長男も、そろそろウルトラマンに目覚める年齢でしょう。となると、パパは昔ウルトラマンだったんだぞ、なんて語りかけているのかもしれません。